はい。今回は日本を有事に導く目的と裏側、その解決策を示す大橋巨船の発言、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。山本太郎さんがですね、多分最後の砦なんですね。まあ、他に可能性としては、 え正直ですね、えー、まあ令和、えー、まあ共産、えー、社民というのがあるんですが、まあ、ちょっと共産と社民に関しては分かりかねるところもありますので、まあ、僕はあの令和、山本太郎さんをまあ支持しているということで、こちらの件をですね、まあ、皆さんで真剣に考えていきましょう。これからの日本にですね、えー、まあ降りかかる大きな問題ですので、で前もこの桜井義子の件で言ったんですが、 かなり多くの人がね、やっぱりまあ誤解っていうか、まあ、そういうまあ、ね、変な風に誘導されてるんじゃないかと思うんで、まあ、その誘導を解いていこうと思うんですね。別にあの僕はどうのこうのとか言うわけでもないしね、別に政治家でもないですから、あの普通に一日本国民として、こういう風になったら僕たちには困るし、そういう風にならないような方法があるんですよ、ただ、そういったことになかなか気づかれないようなことをしていると、まあ、そういったまあトリックですね、それを明かしていこうと思います。 まず、ですね最初に2つちょっと、まあ、皆さんで考えようかと思うんですが、まず何かっていうと、ですね、まあ、1つ目ですね、よくあの有事について、まあ、語る政治家とか言いますよね、まあ、岸田も語りますし、桜井よし子とか麻生太郎とかも語るじゃないですか、台湾有事とか言いますよね、なぜこの者たちは有事を語るのかっていうことが、まず1つ大きな問題なわけですよ。そしてもう1つが、ですね日本は防衛費、軍事費をどんどん増しますよね。 安倍晋三とか岸田とかでそれっていうのは必ず言うんですよ外国はどうのこうのって言うんですよしかしこの2つってのは非常におかしいことがあるんですね まず有事を、まあ、なぜ語るのかっていうのはその有事を語ることによってですね防衛費軍事費を増してその防衛費軍事費が日本の創始国米の資金の一部になってるからです別に僕たち日本国民のためでもなければ別に有事などはっきり言って怒らないと思ってるんですよで必ず言うんですよねそんなことして外国が攻めてきたらどうするんじゃないかって言いますけどじゃあ聞きますよ外国が攻めてきて防衛費を増していたら日本は助かるんですか 敵国条項っていうのもありますけどそんなことではなく助かりませんよ全然こう,こういったことに気がつかないのか分からないかもしれないんでこれを考えてい,いけば分かるんでもしですね本当に外国が日本を攻めてきたら助かりませんよ理由は単純ですすごく単純なことです日本国内には原子力発電所が50か所ありますよねここミサイル撃ち込まれてアウトですそれだけですだから日本っていうのはそ,そんな選択肢があるわけではないんですよ だからそう考えれば平和外交をしていかないといけないんですね。で、そのまんまとですね、創始国米の罠にはまってですね、どん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 ね、その防衛費、軍事費をかさんでいるっていうおかしいことがあなるわけですよ。そして必ずですね、まあ、その、まあ、安倍晋三も、まあ、岸田もそうですし、百田直樹とか桜井義子とかそういった者たちが言いますが、そういった者たちはこういう僕が話してる話はしないんですよね。あるいはなんかわかりませんけど、令和を否定する人たちっていうのはこういった話を全然しないんですよ。おそらくわからないから。 あるいは分かっていても自分たちに不都合だからそれこそ自分たちが持っていきたい方向があるんですよその方向に人々を持っていくわけですよ別に僕は人々をねどこにも持っていきませんよまあ強いて言うならば僕たち日本国民が暮らす日本が良くなることを、ね、願うそちらの方向に、えー、みんなで行こうと思ってますならまずこの件について答えられないわけですよ、ね、日本国内には原発が50か所以上あるでしょ事実でしょその原発にミサイル入ったら終わりですからね うん、放射能が生まれて終わりですよ。今、志賀原発がどうなってるか分からないということを隠したりしてますが、そういったことでも非常に、えー、懸念される、えー、ことなんですね。で、これっていうのはリ,リスナー様も書いていただく方がいらっしゃるんですが、分かってる人は分かるんですが、分からない人は全然分からないんで、これを考えていきましょう。みんなで考えることに意味があるんですよ。有事だ、有事だ、有事だって騒ぐんですが、有事になる前に、えー、日本国民は生きられません。理由は単純です。日本の食料自給率が低いから。 外国に貿易止めらられたら終わりなんですよだから有事だなんだとかねそんな勇ましいこと言ってますがそんなことじゃないんですよ原発にミサイルが入ってきたら終わりだし外国がですね貿易を取り引したら終わるんですよ食べ物がなくなって日本国民って生きていけなくなるんですよ有事だ有事だ有事だっていう前にこれ考えるよって何でこういうことを考えないの保守という人間は絶対これを考えませんからねだからそれが保守の定義なんですよ保守ではないエセ保守ですよ 日本をそうやって有事に巻き込もうとするまあ言うなればね遠丸の、ね、息のかかった人間たちがそういうことをや,やってるわけですよだからまあ今回もそうですが皆さん僕もそうですが有事を煽おる者に気をつけないといけないんですよ安倍晋三とかね麻生太郎とか岸田とか百田直樹とか桜井よし子とかそういった人間ですよ日本国民のこれからはかかってるわけですよでこの者たちねまあ,あまあ安倍はもうあの行きましたから麻生とか 岸田とととか桜子とかか桜そういいっったた人間たちの狙いっての狙てつなんですよ。憲法改正です憲法を改正することによって日本を有事に引き込める,引き,込める引きずり込むわけですよでここでよく考えましょうね実際これはこうですからもしもそのよく保守だとかっていう人間たちがいますがじゃあもし何か日本が有事になったら麻生はどうする岸田はどうする百田はどうする桜井義子はどうするこいつらは行かねえぞこいつらは行かないんですよ有事に。 行くのは国民なんですよそしてね百田直樹とね有本薫が有事になったら日本の若者はいけどうかしてるわそれに気づくべきですよ日本保守党を支持してるっていう人がねけ結構いるんですがこういったことにおかしいと思わないのかと僕は思うんですよ別に悪口を言ってるわけじゃないですよまあちょっと悪口ですけど、うん、そういうことじゃないんですよで何かって言ったら憲法を改正してですね、まあ、武装化するあるいはですね創始国米に金を流すってことによってまず米が潤うんですよね あの米の軍需産業軍産複合体が儲かるんでそれでまあ米が喜ぶわけですよ。で必ずこの有事っていうのは昔からもう分かってるんですけど有事をするとですね儲かるものがいるんですよ人の命が失われる奪われるそういった悲しいことと言いますがそれと裏でですね笑うものがいるんですよそれに気づくべきなんですよね。英米です。英米の軍事産業が儲かるかるら笑うと思いますよ人がどん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 なくなっていくのに対して裏でそういうことをしてるわけですよ。 で日本っていうのがあその米のね属、えー、国っていうことなんでまあその、まあ、米あるいは英米のそういった支持とかあるいはですね日本国民の、まあ、資産金を取るそういったことを目的にされている可能性が非常に高いんですねうんこういうことを言わないでしょこれが本当なんですよで別にこれってのは分かってる人はいますから別に僕だけじゃないこういうことを思ってる人っているんですよそれこそこれからの日本を考えてる国民ってのはこういうことを思うんですよだから 日本国民が望まない方向に今進もうとしてるわけですよ。有事とかね。で、必ず例えばこういった話を真面目にすると、こういうことを言う人がいるんですよ。中国は攻めてくるんじゃないか。おそらく攻めていきません。おそらくっていうのは何でかとて本当のことがわからないから、別に僕は中国を擁護してるわけではありません。中国のことについては難しいんで、調べても分かりませんが、一つ分かってることがあるんですよ。中国って経済的に厳しいんですよ、今。そんな国がどうするんですか、そんな。ね 武装でできないでしょお金がないんだから経済的に厳しいんだからじゃあ例えばロシアロシアが攻めてくるとかって言いますがロシアは攻めていきませんプーチンが言ってます日本にはエネルギー制裁しないからねって理由は何でかって日本がアメリカの属国って分かってるからですよプーチンはそういうふうに言ってるんですよにもかかわらずね日本の岸田とか上川陽子っていうのはウニ40億円とかまいてるでしょ意味がわからないでしょプーチンは日本にエネルギー制裁しないって言ってるんですよこの と日本って別に中立でしょ何一時外国のその有事に首突っ込む必要がないじゃないですかだって九条があるんだから日本関係ないでしょ完全に「ウに金入れてるってことは「ウに寄ってるわけでしょでその対立してる側の,ロの「ロはですねその日本の構造を分かってもういい,いいって言ってるにもかかわらずまだやってるわけでしょ、うん、でまずここに気づくべきなんですよ 有事だ有事だと騒ぐ人間っていうのはまず一つ原子力発電所をどう,ううどうこうされたらどうにもならないっていう点にまず触れないさらに食料が減ったら国民が生きていけないこの問題っていうのを考えないといけないですよでこの問題っていうのは別に僕は解決策がわからないんですよただこういうことがあることは分かってるんですねで、えー、実際にこれを国民の、ねえー、耳には入らないようにしてるんですが日本っていうのは食料自給率がすごく低いんですよ20以下なんで、うん 関外国にですね、えー、それこそ兵糧攻めにあったらどうなるか、うん、食べるものがな,な,なくなってあの世に行きます。日本国民が食べ物に不足してあの世に行きます。よほど有事よりそちらの方が大変な問題なんですよ。でそういったことを全然考えもしないのか考えてるのか何か知りませんけど、有事だ、有事だ、有事だって、訳は分かんないよ、本当言ってることが。 まあそいつらは目的があるんでね。でその目的を、えー、示唆するのが最近のこの桜井義子というのがテレビで好きてねどうかしてますからこいつ僕はそう思ってるんでね、まあ、こいつって言い方がよくないかもしれませんがどうかしてますよこれ何を言ってんのかっていうとこの中国脅威能を持ち出すんですよ、ね、中国がどうのこうのとかって言ったあげくにね、えー、桜井義子が言ったんですよあなたは祖国のために戦えますかとかねそうやって煽りよりそれが炎上してるんですけど、うん、桜井義子はお前が行け 僕たち日本国民を巻き込むな特に日本国民の若者にそういうことを言うな若者がどうのこうのなんでなぜ若者が行くうん保守だと言うんであればその国を守る若者っていうのは大切な人間なわけでしょなんでその人間がねえ、えー、あの世に行くようなところのそ,そういうところに駆り出すんですか言ってること矛盾してるけど、うん、それに気づけよって国民も、うん、好き勝手言われすぎだこんなやつらにおかしいと思ってますからね僕はね。 必ずですね、えー、これも人々がこう分からないように、えー、す,するためだと思いますが、憲法改正についてね、ね互憲派とか会計派とかって言うんですが、そもそも言いますが、互憲派、会計派なんてないんですよ。まあ、憲法なんて改正してはいけないんですよ。なぜなら、日本国民が困るから、さっき言いましたよね、誘致がどう,のこどうにもなりませんよ、うん。別に外国が攻めてくるとかなんとかっても攻めてきませんよ。 外国が攻めてきたとするじゃないですか、うん、原子力発電所にミサイルが入って死にますよどのみち終わりですよだからそんなことを考えたって意味がないんですよでそういうことを語り出してどん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 金をねその米に流していくとかそういったことが問題なんですよだからよく皆さん僕もそうですけど考える必要がある内容があります有事を肯定する人間と憲法を改正するっていうことはこれセットで動いてるんでこれに注意しないといけないんですよ本本当当ににににこここのこと気気がががかない人が多い人多んで本当にこれに気が あの気がつかないといけない。で、ね、よくですねあの政治の話を、まあ、するとですね、こういった話をあの聞いたことある人いらっしゃるかもしれません。与野党グルとか、右もよく言うでしょ、右とか左とか。与野党グル、右も左もグルです、うん。はっきり言ってそうです。で、この与野党グル、右も左もグルの中に入らないものが唯一いるんですよ。唯一ってか 3つあるんですよあ3つあると僕は思ってるんですよ。それが令和と共産党と社民,社民です。この3つが多分入らないと思ってます。僕は調べてそういうふうに思ってます。で憲法を改正するっていう話をするじゃないですか。自民党の改憲草案ね。 え自民党、公明党、維新の会、国民民主のこの4党が今、憲法を改正しようとしてます。この憲法改正の元となっているものは何かあっ,ったら、遠丸の協議なんですよ。だからアウトなんですよ。でさらに与党、野党をぐる、与野党をぐる立憲もそっちに入ってますからね。立憲の背後には、ね、えー、連合がいる、連合、経団連がいる、遠丸がいるわけですよ。だから自民党と立憲というのは、後ろに同じ遠丸でつながってるんですよ。だから立憲なんて支持できないって言ってるんですよ。別に 何にもなかったらね、あと分からなかったら別に何にも言いませんよ。だから与野党をぐる、右も左もぐる、この件に関しては指摘しない。なぜか、うん、憲法改正案は東丸が持ってきて、その政治家の後ろに東丸がべったりしてるから、うん、右、左関係ないですよ。よく言ってますけど、山本太郎さんが左だとか、なんとか、右、左関係ない。全員仲間ですよ。うん。そこの中にね、入らないものがいるんですよ。それが、令和と共産と社民だと思います。社民は分からないから。 共産もよくわからないから言いませんが、まあ、僕は令和を応援してるんでね、まあ、その3つかその3つだったらもうねえいいんじゃないかと思いますよあと他のところもありますけどただあの日本保守党はダメですよ、えー、百田と有本が有事をあの肯定してるんでねだからこういったことに国民が気がつかないといけないんですよ。 自民党のの改憲案ってていうのは背後に遠丸けてねだから安倍晋三っているでしょ僕はよくモノマネしますけど安倍さーんっていう売国奴ですからねでそういった人間の考えに間違ってるって気づく必要があるんですよ。で遠丸の息のかかってない政党が日本でおそらく3つあるんですよそれが令和と共産と社民これらはこの3党はおそらく遠丸とかには関係がない。 で僕はこの中で、えー、ね3つの中でどれがいいかって言ったら令和がいいと思ってる消費税のこともそうだし憲法改正をしないってこともそうだし山本太郎さんのね、えーまあ、言ってる話だったり人柄とかそういったものも含めて僕は令和がいいと思ってるだけどこういったことをねいろいろ考えると令和か共産か社民しかないと思ってるんですよ。 よく左だなんだとか言ってるけど言いましたよね。右も左もグルですから、右も左も仲間なんですよ。じゃあ、例えばよくそういうことを言うしています。令和は左だからダメ、共産は左だからダメ。じゃあ聞きますよ。どこだったらいいんだよ。それに答えられないだろそういうことを言ってるやつはそれに答えられないんだよ。答える気もないんだよ。たぶそういうことを真剣に考えないからね。うん。で、実際こういう意見があるんですよ。憲法改正に賛成する国民がもし誘致になったら、その人たちが徴兵に行ってくれよって。うん。 僕らは行きたくないからね。嫌じゃないですか。全くそんな自分たちが望まないことで何で行ってね。別に外交関係ないわけですよ、うん。っていうことを思うんですよ。で、こういうことを考えると思うんですよ、うん。救助は絶対に必要、うん。会見を絶対に許してはいけない。で、えー、リスナー様も思ってる方がいらっしゃると思いますが、憲法救助があるから日本って、あの、 僕たち国民ってて生きていけるんですよさらに基本的人権も守られていたりね基本的人権があったりその緊急事態条項はないからだから僕たちは生きていけるんですよそういったものをなくそうとしているのが今の自民党の憲法改正案ですこれに気をつけないといけないであの世界平和とかって言うじゃないですか世界平和に向かう方法ってのはあるんですよ全世界の人々がそういったものに踊らなければいいんですよそうしたら勝手に必然的に 平,平和になりますよ。だって有事は起こらないんだから有事はそうやって金儲けをしたりとかね裏側に回る人間がいるから起こるんですよそして、えー、最近僕がお伝えしたのもありますしこの桜井よし子の件というのはよく、えー、注目されるんですよ言ってることおかしいなって思う人がいるんですよただ全く思わない人もいるんですが言ってることがおかしいと思う人がいてこの桜井よし子の発言とですね大橋巨泉という方があ有名な方もう亡くなってますがこの方があの同じようなこと 意味合いは真逆ですよ。でも同じようなことを、まあ、言ってるっていうかそれになってるわけですよ。逆を言うと桜井義子ってどうしようもないですが大橋漁船という方はあまともなんですよ、うん。それを考えていきます。桜井し子は中国教育論を持ち出して、ねえーまあ、老害ですよ桜井し子ってね。老害は何もしない。うん、若者をその有事に駆り立てるようなことを言う。うん、であの実際これ言ってる人がいますが日本のね若者、まあ、日本の中年もそうですが。 日本の若者中年は自分たちの命を大切にした方がいいんですよ。こういうやつらの口車に乗ってはいけないんですよ。うん、よくですね、えー、祖国のために戦うっていうんです祖国のために戦わないんですよ。戦わないために外交があるんですよ。そのための政府なんですよ。うん、それをしないけどね。岸田とか安倍とか自民党はそれをしないから。だから終わってるっていう話ですよ。だから、そんなにどうのこうのって言うんだったら、桜井義子とか老害が行け。お前らが行け。 そういうう話ですよそう思ってる人はあの一定数世の中にいるんでね。で僕もそう思ってます。アホらしいでしょ普通に。訳わ,わかんないじゃないですか。で大橋恭泉という方が昔言った名言があるんですよ。これは本当に名言なんであの皆さんもまあ、僕も知ってる方いらっしゃるかもしれないし皆さんも僕も、ね、この言葉を肝に銘じた方がいいと思うんですが「有事って何か」って話なんですよね。G、さんが初めて おじさんがが命令して、若者たちこのこの名言を覚えておくべきです今こうなりそうになってるから言ってくれてる人がいるんですよ、うん、これを防がないといけないんですよねでこれをどうにかして防ぐ方法はないかといったらそれを防ぐ方法は一つあるんですよ山本太郎さんが内閣総理大臣になったらこれが変わる可能性があるんですねなぜか遠丸に、えー、後ろから影響がないからです 遠丸に影響のあるもだ例えば立憲民主党もそうですよ、維新もそうです。そういった遠丸に関係しているものっていうのは、えー、この有事の方向に舵を切っていきますから。だからあの、最後にお伝えしますね。有事を語る政治家、あるいは有事を語る有名人には注意です。背後に遠丸がいる可能性があります。なぜなら、僕が言ったようなことが、別にね、多くの人には届かないかもしれないですよ。これが正しいんですよ。大橋漁船という方もおっしゃってるでしょ。で、ね、桜井し子がおかしいこと言ってるじゃないですか。 これにみんなで気が付きましょうよ、うん、このまま行ったら本当は有事に行きますよそ,そっち側の方向に舵を切ってるんでね。っていう話を、まあ、ちょっと分かる限りですがああお伝えさせていただきました。まあね、えー、この 野登の揺れからずっと山本太郎さんがね、えー、批判されてますけど、これっていうのも、その東丸の、まあ、李さん様も教えていただきましたが、脱皮とか、そういったものの工作があると思います。それっていうのはな、なぜかというと、例えばこの僕が言ったようなことを思って思って、ね、もっともっとね、突き詰めていって、山本太郎さんが上に上がられると、その東丸の意向が崩れるからですね、国民はその意向を崩さないといけないんですよ。そうしないと、日本が有事になるから。僕はそう思ってますっていうことで。 参考になっていただけるものがですね、いくつかあると思うんで、まあ、このようなことだと思っていただければと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼